ファウスト・ザ・ドラは、アルゼンチン出身のピアノ奏者。サンタ・フェシュバランカスの生まれ。4歳でアコーディオンをマスターし、9歳で、ピアノリサイタルを開くほどの早熟ぶりを示した。ビゼンテス・カラムッツァに支持した後、1955年に、イタリアに留学し、サンタ・チェ・チーリア国立アカデミアで、カルロ・ゼッキの訓導を受けた。後にゼッキと共に、タオルミナ音楽祭を創設する。 1979年から1983年までローザンヌ音楽院で教鞭を取り、その後はローマに国際音楽研究センターを開設して自ら行進の指導に当たりつつ演奏活動を続けた。ローマのギオーネ劇場で演奏中に急成。ファウスト・ザドラ。2014年4月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年4月13日閲覧。 ファウストザドラディスクックスハット、ファウストザドラ。2014年4月13日時点のオリジナルより、アーカイブ。2014年4月13日閲覧。ジョバナ、カバリ、ムオレスルパルカセニコソナンドウナベラタディショパン。コリエーレデラセラ、オリジナルの2012年6月30日時点における、アーカイブ。 https://archive.is/unpg2012 <ッ>年6月30日閲覧。ありがとうございます。